はい、どうもキャッシンです。本日はですね、まさかの本家 2.5 テストプレイやっていきたいと思います。本家バージョン 2.5、 日本は今 2.3 なので先の先になっちゃうんで、ネタバレ嫌いな人はここでブラウザバックボタンをお願いします。あくまでテストプレイなんで、このまま来るとは限らないんですけど、まあ遊んでいきたいと思います。中国版の本家崩壊スタートやるの初めてなんですけど、びっくりしたのがこれ、噂には聞いてたけどタッチができないんですよね。で、この吹き出しを押すと、何言ってるか分かんないと。はい、可愛いですね。でせっかくなんで、この子、新しいキャラっていうか18歳の頃の姫子さんらしいですね。ポニテ姫子さんですね。なんか心なしかでかいですね。じゃあ動いてもらいましょうか。この子の説明、異能全然読めないんですけど、異能若い頃の姫子と、はい、すげえ揺れる。規制されないのかな、これもしかしたら規制されるのかもね。ちょっと本家だと、中国だと厳しいから。すごいよ、なんか強調されてますね。で、武器が、これは多分新しい武器なんだろうね。すげえごっつい。で、能力が全然わかんないので、コメントの方で教えてください。できれば日本語訳できる方いたらぜひとも書いてくれて嬉しいな。まあ、こんな感じです。なんか知んないけど、聖魂が要最小、本家だと可能最小って読むのかな、になってますね。で、スキルがこんな感じ、全然わかんない。とりあえず開いていきますね。あくまでテストサーバーなんで、ここの数字が変わることがあると思われます。調整されるんじゃないかなって。崩壊年始、あ、すごい、全部できる。なんか新しい武器もあるよ。よし、できた。やってこ。ボタン設置は OK だぜ。お、なにこれ。お、なんか早いな、攻撃速度が。なんかゲージみたいに溜まってない。これなんだろう。
まあいいや。チャージ。おお、かっこよ。あ、なんかチャージショット打つと元素ダメージがつくみたいな。でゲージが減ってってるね。なるほど、長押しでそういうなんだろう、元素変身みたいな感じか。ゲージを使ってゲージはこうしてれば溜まってくる。なるほど。ある程度溜まったら元素つける。ふむふむ、とりあえず必殺技を使いましょう。ここじゃない、これ。おお、なんだこれ、あ、全然読めねえ。お、なに、あ、これこれはまさか、これがあれですね、作れるみたい、素材で。反キャペカトン、サード反キャペカトン、いいね。この濃姫ワンスイとかの方が強いんじゃないの。何この成功、可愛いんだけど。うわ、ふざけた成功がある。なめ腐ってんな俺。なにこれ、サングラス、シャムさん、濃姫がないみたいね。わざとかなこれ、濃姫を使わせないみたい。濃姫で良さそうだけどな。まあ新しいのが来るかもしれないですね、成功モチーフ成功が。あ、わかった。これさ、ゲージ使、チャージしてから、ゲージ残したまま、回避押せばゲージ残ったままリセットできるわ。温存できる。
仕上げキャラですねこれ。なになになに、ちょっと待って、いやちょっと待って、あのカメラの向き設定しないんです、難しいんです。はい、OK。わわわ、食らってる食らってる、ちょっと待って、逃げれない、え、ないじゃん出口。おっ、キツネオールやんけ、最高。なんかバフがあったね、バフを本来なら使って倒せってことかもしれない、火力足らない人は。え、何これ、モンスターボール。あ、こっからその何が出たかみたいな。あー、なるほど、はいはいはい、こうやって集めるんですね。で、これで、よくわかんない、これ1ってやつがなんか多分崩壊結晶みたいな特別なやつなんだろうね。で、この300分の10ってことは1回あたり10個今のでもらえるのか。で、あと回転の剣と、これは配布っていうか、これは普通に交換できるもんね。これは1回あたり10個ぐらいもらえたと。これが気になるな。あ、なるほど、この重要な1個のやつを作るためにまたこうやってどんどんその素材を作っていかないといけないんだ。何かが3個必要で、またこれを作るためにこうやってサード生物の残影だ。へえ、これがさっき普通に通常で手に入るやつ。なるほどね。本家のガチャを引いてみようかな。わ、これ天井や。お、ソロいいな。何これ、取り消し。お、制約の十字架。あ、本当だ、天井でしか出ねえわほとんど。ああ減ってるね。へえ、ちょっと待って、確率表記とか出てないのかな。あ、あるじゃん、書いてねー。消しサバだからな。